株式会社法上ワイン醸造所は、鳥取県東白郡北栄町に本社を置くワインメーカー。西日本では3番目、中四国、九州地域では最古の歴史を持つワイナリーである。鳥取県中部の法上砂丘では、古くからどうの栽培が盛んで、その歴史は江戸時代にまで遡る。畑は砂地であるがゆえに、水はけが良く、昼は、 太陽光の照り返しが強い。逆に夜は砂地が熱を放出するとともに日本海からの海風が加わるため、ぶどうの生育環境としては昼夜の寒暖差が大きいという好条件を備えている。昭和初期に生産が増加、北条ぶどうの名声は一段と高まり、全国の三大密集地とまで言われ、市場からも注目され、加工用として需要も契約されるまでになり、 大国葡萄酒との取引も軌道に乗るようになった。第二次世界大戦中は、武道の生殖が禁じられ、すべての武道を武道酒製造のため供出させられた。飲む目的でなく、潜水艦、魚雷探知の水中音響機器の部品材料である、ロッシェル塩の生成に用いる、醸造時の副産物である、酒石産の製造のためである。軍需省の要請により、 主席さんの製造目的で創業し、当初は軍需工場としてスタートしたが、廃線により、主席さんが不要になり、引用ワイン工場に転換した。2016年10月に発生した鳥取県、中部地震により、工場のある北栄町では、震度6弱を記録し、出荷前のワインボトル約5万本が破損し、貯蔵タンクや工場の壁も破損した。 工場ワインに関するカテゴリー、ありがとうございます。